東京の目黒の自宅で意識が朦朧とした状態で発見された歌舞伎俳優の市川猿之助さん。その市川猿之助さんが現場に残した遺書が大きな話題になっています。そこには愛する M、 大好き、次の世では会おうねと書かれており、すべての財産を愛する M さんへ相続するとのことでした。それで今回は市川猿之助さんの愛する M さんが逃亡中で、小柳ルミ子さんとの関係と真相や小柳ルミ子さんの現在がひどい激痩せについてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。歌舞伎俳優の市川猿之助さんの愛する M とされる人物が特定されていました。この情報によると、愛する M は俳優の石橋正嗣さんの息子の石橋正隆さんのようです。石橋正隆さんも俳優として活動しており、スーパー歌舞伎やその他の関連作品に出演して以降、正隆さんも市川猿之助さん関連の舞台やドラマに出演しています。石橋正隆さんの主な出演作品には、映画亡国のイージス2005年や舞台スーパー歌舞伎に2019年、猿之助と愉快な仲間たち2022年などがあります。市川猿之助さんの遺書の他にも、自身の財産相続についての書き置きが残されており、そこには遺産は M さんに相続させるという内容だったとか、そこに書かれていたのは親族ではない M さんに財産を相続させるという内容でした。市川猿之助さんは独身で妻や子もおらず、自身の財産を最愛の人物に譲渡しようとしたのだと思われます。そんな市川猿之助さんの愛する M さんが現在は音信不通のようなのです。市川猿之助さんとの関係性を暴かれることが嫌だったのかもしれませんね。そんな市川猿之助さんの愛する M とされる石橋正隆さん、当時28歳について調べてみると、2007年7月に歌手の小柳ルミ子さん、当時55歳と婚約を発表しています。27歳の年の差から、ネット上では当時母さん女房だと騒然となったようでした。二人は2006年4月に小柳ルミ子さんの主演舞台で共演したのをきっかけに交際が始まっています。石橋正隆さんと小柳ルミ子さんは同棲し、結婚指輪も受け取り、2006年12月に亡くなった小柳ルミ子さんの母親の喪が明けてから結婚を考えていたそうでした。しかし2007年9月頃から小柳ルミ子さんが、彼が自分の足で歩こうとしない、このまま私と一緒にいていいのかと悩み始め、同居を解消しています。2007年11月に小柳ルミ子さんが婚約をしていた石橋正隆さんと破局したことを発表しています。小柳ルミ子さんは、いつまでも甘えられて疲れちゃった、私からなんとなく連絡しなくなった、悪い女ですねと別れたことを明かしています。そんな小柳ルミ子さんのプロフィールを見ていきましょう。本名小柳ルミ子、出身地福岡県福岡市早良区、生年月日1952年7月2日、70歳、職業歌手女優、所属プラチナムプロダクション。小柳ルミ子さんの経歴については、中学校を卒業後に宝塚音楽学校に入学をし、2年間芸に磨きをかけました。宝塚音楽学校を首席で卒業した小柳ルミ子さんは、宝塚歌劇団を退団後、渡辺プロダクションに所属して歌手活動を始めることになるのですが、事務所のセールス戦略として、歌手としてのデビューを前に顔を売るために、まずは NHK 連続テレビ小説で女優としてデビューを果たしました。そしてその翌年には、私の城下町で歌手デビューして、そのデビュー曲が160万枚の大ヒットとなったのです。その楽曲は1971年のオリコンの年間シングル売上チャートでなんと第1位を記録し、第13回日本レコード大賞最優秀新人賞も獲得しました。小柳ルミ子さんはその後もヒット曲を続けて、
1970年代前半を代表するアイドルとなりました。1970年代後半から1980年代前半にかけては、それまで確立していたアイドル路線から、正統派歌手へと軌道修正をして、ヒット曲を出しました。女優としても活躍をして、数々の賞を取るなどの、実力派女優としても注目されました。その後、芸能活動の方向性や待遇などの意見の違いなどから、渡辺プロダクションを辞めて、独立の道を選んだ小柳ルミ子さん。円満退社ではなく、こじれた形になって辞めたために、独立後は半分干されたようになり、メディアから次第に姿を消してしまいました。そんな小柳ルミ子さんの現在についてですが、2023年現在も芸能活動は継続しています。SNS などでも近況を投稿していますが、すごい激痩せをしているという噂が広がっています。フォロワーからも痩せたことに関してのコメントがありましたが、本人は至って元気で、健康面では心配はないとの投稿がありました。それでも激痩せの声は多く聞かれて、病気説などもあったりしますし、公開されている彼女の写真は、どれもガリガリに見えます。かなり気になりましたので、調べてみました。その結果、小柳ルミ子さんは、身長157センチで体重43キロだそうです。長年かけて太りにくい体質を作り上げたそうで、カロリーなどは気にすることなく、食べたいものを食べたいだけ食べているのだそうです。加えて、加圧トレーニングやストレッチなどの、運動もしているそうで、そのスタイルの維持をしているようです。数年前には、歯周病の影響で口腔手術を行いましたが、それから数年経った現在は、さらにすごい激痩せしていて、インプラントの手術も行っていて、流動食を余儀なくされたりしたこともあったようですし、それに加えて飼っていた愛犬が亡くなり、かなり昇進していたとのことで、そういうことも重なっての激痩せなのかもしれません。大病などの情報は、現在のところ確認できませんでしたが、愛犬が亡くなった時には体重が38キロまで減ってしまったそうですので、ペットロスという精神的なものが大きいのかもしれないですね。小柳ルミ子さんの現在のすごい激痩せの原因は、口腔外手術でのインプラントの影響と、愛犬の死から来るペットロスという、昇進から来ているのではないかというのが有力のようです。どうか大病などでないことを祈りたいですよね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。ポジティブなコメントを残してくれましたら、嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。